何このまあ今日はなんと私の誕生日です。11歳になりました。11歳も可愛いものや面白いものを見つけたら発信していくので引き続き応援よろしくお願いします。なんと今パパとママからプレゼントをもらいました。ありがとう。では早速開封していきたいと思います。でこのこれとこっちのね黄色に、お、なんかこんなに大きいんだよね。じゃーん。ではまずこっちから開けていきます。よいしょ。では一回置きます。よいしょ。なんかね、なんかクッションみたいなふかふか。ではこっち、かわいい、もうこのね包装紙もかわいい。ではよいしょ。かわいちゃん、すごい、ちょっとして、何これ、え、何これ、箱、何だこれ。では出してみます。せーの、じゃん。これは誕生日おめでとう、え、かわいい。あ、これはブックカバーかな、え、すごい。あ、え、ちょっと開けてみたい。では、こっから、あ、かわいい、私の大好きなブルー。あ、すごい。で、こうなって、あ、こんな感じ。ここに手を挟んで、ここに止めて、ここに入れて、こんな感じになるみたいです。早速使います。で次こっち、なんかこんなに大きいもの何が入ってるんだろう。せーの、よいしょ。え、なんだ、んなんかこんなに大きいもので結構軽いんだよね。ん、あ、なんかクマの絵柄、クマちゃん、んあ、やっぱりクッションみたいな感じだね。では出してみます。よいしょ、よいしょ。かわちゃんの、あれ、かわちゃんとわかちゃんと、なにこの、え、なに、あ、まあ、とりあえず、はじめかわうそです。では、ちょっとかわいそうなので救出します。なにこれ、でかい。そう、まずこの子は去年の誕生日プレゼントに買ってもらって、この子は去年のクリスマスプレゼントね。で、これも嬉しいんだけど、なんとなんと、このモンスターバージョン、おっきい、コツメカワウソのぬいぐるみ。ちょっと待って、出せないかも。めっちゃかわいい。え、なにこれ、かわいすぎる。ちょっと待って、重い。重い、重い。結構むっちりしてる。かわいすぎる。待って、ちょっと待って、ちょっと待って。なにこれ、かわいい。ほら、よいしょ。ちょっと手して、成功。じゃん、こんな感じで、なんかもう私よりも大きい感じで、これから一緒に活動していきます。バイバーイ。見て、こんなに大きいんだけど、かわいい。